ハンプトン国立史跡はアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア軍タウソンの北、ハンプトン地域にある18世紀の広大な荘園の名残である。その中にはジョージア町の家屋、庭園、さらに当初からある石造りの奴隷小屋が残っている。この荘園は1745年から1948年までリッチリー家が7世代にわたって所有していた。 ハンプトン邸宅が1790年に完成した時はアメリカ合衆国最大の支度であり今日でも国内で最も精妙なジョージア朝建築の一例とみなされている。その作り付け家具は奴隷小屋やその他保存されている構造物と共に18世紀後半から19世紀前半にかけて土地所有者の貴族的な生活の一端を垣間見させてくれる。 1948年、ハンプトンは、その建築的な重要さによって、アメリカ合衆国国立公園局から、国立史跡に最初に指定された。庭園は、丁寧に仕上げられた、パルテール、すなわち幾何学的配置庭園が19世紀に広く、称賛されたが、現在に至るまで1820年代に整備された、姿に似せて修繕されてきた。樹木の中には、 樹齢200年を越すものもある。この史跡は週7日公開されており、木曜日から日曜日には監督官の家や奴隷小屋を含め建物のツアーが行われており、学習や生活のための大きな機会も得られる。この史跡の土地は当初1695年にヘンリー・ダーナル大佐に与えられたノーサンプトン払い下げ地の一部だった。ダーナルは メリーランド植民地の初代領主であるボルチモア卿の親戚だった。ダーナルの相続人がその土地を1745年4月2日、タバコ農園主で公益業者のチャールズ・リチジリー大佐に売却した。その売買記録には、その資産の中に、家屋、タバコナや旧車庭園、果樹園を含むとされていた。チャールズ・カーナン・リチジリー、 ハンプトンの所有者として2代目その息子であるチャールズ・リッジリー大尉が家業をかなり拡大し製粉所、リンゴ園、石切り場などを始めた。アメリカ独立戦争の間、リッジリー家にとって鉄工所が重要な収入源となり、大陸軍のために大砲や弾薬を製造した。1783年、リッジリー大尉は母屋であるハンプトン邸宅の建設を始めた。 そのコンセプトは母の親戚が所有していたイングランドのハワード城から得られたと言っていた。その邸宅が完成した1790年、ハンプトン邸宅はアメリカが州国最大の支度となった。同年、リジリー大尉が死去すると、そのおいであるチャールズ・カーナン・リジリーがハンプトンの二代目の当主となった。1799年、 近くの泉から全長1590フィートの灌漑用パイプを付設し、この邸宅と周辺の庭園に水を供給して、それらを大きく開発した。当時著名な技工者が雇われて、幾何学的配置庭園を設計し、1799年から1801年の間に敷地に造作された。チャールズ・カーランは活発な馬の乗り手でもあり、 ハンプトンでサラブレッドバの飼育を始めレース場まで作らせた。1799年広告を打って競争場グレーメドレーの種付けを始めた。別の競争場ポストボーイはワシントン式ジョッキークラブカップのレースで優勝した。チャールズ・カーナンディッジリーの下でハンプトンは1820年代に広さ2万5000エーカーと最盛期を迎えた。邸宅からは大きな果樹園。 鉄工所、炭鉱、大理石石切り場、製粉所が見渡せ、商品から利益が出た。広大な農園では、トウモロコシ、肉牛、落製品、豚、馬を生産した。300人以上の奴隷が畑で働き、家事を行ったので、ハンプトンはメリーランド州でも最大級の奴隷を保有する、荘園となった。邸宅に面した。 テラス3箇所に6面のパルテールが作られ、バラ、ボタンなど、季節の花が植えられた。1820年、敷地内に、オレンジの温室が建設された。ハープを抱く淑女、エリザリッジリーの肖像。1818 18年、トマス・サリーが、ナショナルギャラリー像。ワシントン DC ・チャールズ・カーナンリッジリーはこの邸宅の、大広間でしばしば著名な客をもてなした。 大広間は縦51フィート、横21フィートあった。客には、アメリカ独立宣言の署名者、チャールズ・キャロル・オブ・カロルトン、独立戦争の将軍・ラファイエット公爵などがいた。チャールズ・カーランは1816年から1819年まで、メリーランド州知事を務めた。リジリーが1829年に死んだ時、その意志で奴隷たちを解放した。 ハンプトンの荘園はその様々な相続人の間で分けられた。チャールズ・カーナン・リッジリーの息子、ジョン・カーナン・リッジリーは、邸宅と4500エーカーの土地を承継した。鉄工所は閉鎖され、その後のリッジリー家の収入は主に農業、投資、及び石切り場から上げられた。ジョン・カーナン・リッジリーは邸宅に水道、暖房装置、ガス灯を付け加えた。 ジョンの妻であるエリザ・リジリーは、画家トマス・サリーの有名な絵画、ハープを抱く淑女のモデルであり、邸宅のために多くの美術品や家具を購入した。エリザは著名な演芸家であり、敷地内の庭園をより大きくまた念入りに作り上げることに成功し、温室では様々な花や低木を育て、ジョンが購入した60人の奴隷に世話をさせた。19世紀半ばまでに、 ハンプトン荘園は国内でも最大級に広範な柑橘類樹木の収集を行い、エリザがたびたびヨーロッパや東洋を旅した時に集めた様々な珍しい樹木を植えた。暖かい季節には植木鉢の柑橘樹が外に持ち出されてテラスの庭園に並べられ冬は温められた温室に戻された。庭園の一区画はアジアから入れた赤、黄、ピンク、 栗色のコリウスを植えた。1859年、ハンプトンのシャシナ様式の名声が、景観に関する著作の作家をして、アメリカのどこよりも雄大だと表現できるのは、まさに、ハンプトンのことであると記させていた。ハンプトン邸宅、1861年テラス庭園、1872年1861年1月、エブラハムリンカーンが、 アメリカ合衆国大統領に選出されてから間もなく、チャールズ・リッジリーが、ハンプトンで、南軍よりのボルチモア軍騎馬警備隊を結成し、集権の紳士と表現した、民兵隊の自ら隊員になった。その民兵隊の騎兵の一人、ジョン・メリーマン中尉は反逆罪容疑で1861年5月に、北軍に逮捕、投獄され、メリーマン事件と呼ばれることになる。 アメリカ合衆国最高裁判所における有名な審判を引き起こした。南北戦争でメリーランド州やペンシルベニア州の農業地帯はアンティータムの戦いやゲティスバーグの戦いなど激戦を極めたがリジリーのハンプトン荘園は無傷のままだった。メリーランド州は境界州だったのでリンカーンの奴隷解放宣言の対象から外されたが メリーランド州議会は1864年に奴隷制度を廃止した。奴隷制度の終わりとともに、ハンプトンは衰退を始めた。元奴隷の多くは、悠久の家僕として、ハンプトンで働き続けたが、リッチリーは農園で働く者を雇う必要があった。1867年、ジョンとエリザが死去し、その息子のチャールズが、ハンプトンの次の当主となった。 チャールズが1872年に死去した時、邸宅と残っていた1000エーカーの土地は、ジョン・リッチリー大尉が承継した。セオドアルーズベルトなど著名な客がハンプトンを訪れ、その景観を楽しみ続けた。近くにあるボルチモア市が発展し、土地の農業が衰退すると、リッチリー家は次第に資産の維持が難しくなっていった。6個あった。 パルテールのうちの5個は取り去られ、芝を植えられた。敷地内のリンゴ園からリンゴ酒を生産し、落農業を運営することで収入を上げられた。1929年、ジョン・リッチリー大尉とその息子ジョン・リッチリー・ジュニアが、ハンプトン開発会社を結成し、残っていた1000エーカーの土地のいくらかを売却した。1938年、ジョン・リッチリー・ジュニアが6代目の課長となり、 ハンプトンの当主となった。その会社は1930年代と1940年代に郊外住宅開発のために土地の大部分を売り払い、そこは現在人気があるハンプトン住宅コミュニティと呼ばれている。ファームハウス、ジョン・リッチリー・ジュニアが1948年に移転してきた八ハンプトン邸宅は1948年までリジリー家のものだったが、 この年、ジョン・リッチリー・ジュニアが敷地内にある小さなファームハウスに移り、邸宅はアバロン基金が取得した。リジリー家の七代目でその邸宅に住んだ最後の世代は、ジョン・リッチリー三世であり、1930年代半ばにリリア・イ・ケッチャムと結婚した後、第二次世界大戦中に陸軍に入隊するまで、夫妻で邸宅に住み続けていた。 1948年6月22日、ハンプトン邸宅と残っていたリッチリー家の敷地43エーカーは、アメリカが州国内務長官によって、国立史跡に指定された。その歴史的な価値と建築的記念物として結出した長所をもとに、国立史跡に選定された最初の場所となった。1949年5月、メリーランド州保存協会の管理下に、 ハンプトン邸宅は公開され、その後の30年間続いた。19世紀に6名あったパルテールのうち4名を修復する工事が1949年に始まった。1966年10月15日、ハンプトンはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。1979年10月、国立公園局がハンプトンを取得し、 同局がそれ以降資産の運営と管理に当たっている。その後国立公園局は当初のリッチリー家の建造物があった付近の土地を買い足し全体を現在の広さ62.04エーカーのものにした。1998年国立公園局はこの史石の保存目的を次のように記した。歴史あるチェサピーク地域でこの気象で商業 工業、農業の荘園の損なわれていない文化的資源を保存すること。この史跡の資源と所有者家族とこの荘園に住み働いた労働者たちとの相互関係が18世紀と19世紀に形作られ変化してきた中で国家的な出来事や社会的な変化が現れている。邸宅の進出、当初の家具調度を残している。 この資産の長期計画と運営のため2998年に国立公園局が採用した総合管理計画の一部として2000年に邸宅の安全保障、安全性、電気系統、環境問題に関する研究が始まった。消化システムや空気調和の仕組みがないというように基本的な必要性が明らかにされた。邸宅の家具や絵画の保存管理者は 邸宅内の温度と湿度のレベルを安定化させる必要性が需要できない環境のストレスがあるために緊急の課題だと語った。国立公園局は2004年にその計画を仕上げ、その中には環境影響評価、歴史ある邸宅と他には変え難い内容物を火災による損失から守るための現代的空気、調和システムと 隠蔽型スプリンクラーシステムの導入が挙げられていた。2005年1月から邸宅はほぼ3年間閉鎖され、大規模修復工事が行われた。この2005年から2007年の修復工事の一部として、応接間と寝室に部屋は完全に改装された。応接間の家具は1830年から1860年の 時代に邸宅にあったものを正確に再現するよう、後半に再調査された。邸宅の旧ポラの上の装飾は、長部の休憩の飾りに金箔押しを使用行うなど、修復された。ハンプトン邸宅は2007年11月30日に、再度一般公開された。ハンプトン国立史跡に対する国立公園局の主任レンジャーは300万ドルをかけた、修復の後で、 この邸宅がこれ以上よく見えていたとは思えないと語った。州全体の保存推進機関であるメリーランド州保存協会は2007年にハンプトン国立史跡で邸宅の部屋を歴史的な正確さで再生し、目立たないように消火システムと空気調和システムを装備したとして同年のスチュワードシップ賞を送った。 ハンプトン国立史跡の地図ハンプトンの残っている62.04メーカーの敷地はハンプトンレインにまたがり、現在は国立公園局が管理し、一般公開され、豊富な無料駐車場、土産店があり、車椅子でも邸宅を訪問できる。訪問客は邸宅のガイド付きツアーが提供され、そこでは理事ー家の所有していた当初の家具や絵画、銀器、 陶器など7000点に及ぶ収集品を見ることができる。邸宅以外にも18世紀から19世紀半ばまでの時代に建てられて現在も残っている当初の建造物9棟も見られる。ファームハウスと奴隷後や2007年撮影一般公開されている時間帯に敷地内のガイドなしのツアーも可能である。農園、フォーマル庭園、家族墓地、 リジリー家のサラブレッドバのための石造旧車二棟などが見られる。当初の温室の再建物も,も見られる。深さが34フィートの氷室が邸宅近くに残っており公開されている。1820年代にリジリー家が植えた木で残っているものの中に大きなチューリップツリー、ヨーロッパブナ、キササゲがある。見事なレバノン杉は、 エリザリッジリーが中東から苗を持ち帰ったものが成長してアメリカ国内でも最大級の木になっている。年間を通じて多くの特別行事が計画されている。例えば室内楽のコンサートやハープシコードの演奏が邸宅の装飾の多い大広まで行われ、酪農場でのミルク絞りのデモンストレーションは父絞り女のコスチュームを着た者が行う。馬車の運行。 大釜による星草刈り、トウモロコシの収穫、カジヤのデモンストレーション、ジョストの再現、などがある。ボルチモアさん紙は2008年にハンプトンを3万5000人の観光客が訪れたと報告した。地元のコミュニティはヒストリックハンプトンと呼ぶ非営利友好団体を通じて史跡の保存を支援している。国立公園局が内装の歴史的な正確さや 解釈的な可能性を獲得するのを支援し、様々な活動を提示した。2008年5月、国立公園局が19万5千ドルの助成金を公表すると、邸宅内装の修復のためにヒストリック・ハンプトンも同じ額の資金を集めて対抗した。国立公園局は、研究者のために、1750年から1990年までの、 理事ー家の古文書保管庫も現場で維持している。邸宅正面のファサードの装飾1949年にハンプトンが初めて一般公開された時、この邸宅のキッチンは小さなレストランに転換された。ティールームと呼ばれ、その後の50年間はある営業許可取得者が経営し、ハンプトンインペリアルクラブを使ったランチを提供していた。 他にもチェサピークワンの海産物を使った料理があり、グラスのシェリー酒を出していた。地元新聞のコラムニストは、ティールームのことを上品さを提供する。壁ほどにも大きい暖炉や厚さが2フィーと近い式がある方立ての窓がある。そこからの眺めはうねりのある芝生である。と書いていた。1999年1月1日。 国立公園局がこのティールームを閉鎖したとき、その役員は、この本館でキッチンを動かすことで火事を起こす可能性があり、庭内の歴史的なものに昆虫やネズミによる被害を出させる可能性があるので、閉鎖したと言っていた。これは、その前年に採用された国立公園局による総合管理計画に謳われていたことだった。そこは、食事を楽しむために快適な場所である一方で、 将来の世代のために、ハンプトンの建物、対象物や景色を保存する必要性に比べれば明らかに重要ではないと言っていた。メリーランド州保存協会の役員は、レストランの閉鎖で失望したと言い,い、ティールームはこの史跡に観光客を引きつけるために貢献していたと言っていた。ハンプトンの様々な計画のために資金を集めているハンプトン婦人委員会の元議長も、 この判断を批判した。2006年以降、この婦人団体は改めてティールームを再開させる運動を開始し、それは多くの観光客を引きつけ、この史跡に地元の事業を帰ってきさせるものであると言っている。2006年10月、国立公園局の広報担当者は、この邸宅はいかなる食事も提供する場所とはならないと言ったと伝えられているが、 それ以来それ以上のコメントは出していない。ありがとうございます。